そこから知り合いとなりました。でもうすごいねベテランの方なので非常に頼もしくて、ナイトハイクを心強く道案内していただきました。で今日はですね大倉っていう登山口からここまで登ってきまして、この後はどちらに行くんでしたっけ。あとは鍋屋に山行って鍋屋に向かって宿力に降ります。はい、という工程ですね。鍋焼きうどんが食べられる鍋割山という山があるので、そちらの方までね、縦走していきたいと思っております。はい、それじゃあ行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあですね、鍋割山方面向かっていきたいと思います。ただですね、今まだ朝7時なんですけれども、鍋焼きうどん食べられるの10時でしたっけ？はい、なので、ちょっと途中で、だいぶ2、3時間休憩する形になるかなと思います。で、今ちょっと山頂風強いんで、樹林帯の方まで下っていこうと思います。はい、遠野岳からですね少し下ってきまして分岐に来ました。このね大倉っていうところから、今回登ってきたんですけども、今からはですねこっちの鍋割山方面に向かいます。2.2キロ、コースタイムとしては45分ぐらいなんですけれども、今ここまでですね特に休めそうなポイントがなくて、どうしようかな。このまま進みながらちょっと休憩ポイント探そうと思います。あ、良さげなスペースですね。地面も柔らかくて乾いてますよね。乾いて、あと鹿糞が下がちょっと湿ってますね。はい、先ほどの分岐からですね、10分ぐらいかな行ったところで、ちょっと広場がありましたので、ここで時間を潰そうと思います。今7時半で、でここから鍋割山までが30分ぐらいかな、なので9時半出発ぐらいですかね。あと2時間ぐらいここでのんびりしようと思います。寝ましょう、昼寝しましょう。あ、起きました。あ、はい、じゃあすいません。よいしょ。こういうの余ったらくてダメなの。ああ、あんまり飲まないですね。コーヒーの、はい、次に
はい、じゃあ9時30分ですね、がっつり2時間ゆっくり過ごしておりましたけれども、今からですね鍋割山を目指しまして、そこで鍋焼きうどんを食べに行きたいと思います。いや気持ちいいですね、ポカポカしてきて、体からも熱が出て、はい、尾形さんのマムート、ああ赤いロゴですね、赤いロゴですね、古いやつでしたっけ、古いやつです、これは新しいやつだと紺ですよね、そう、なんか色がないやつですね、黒だったり、マムートといえばやっぱりその赤色ですよ ね、なんでやめちゃったんですかね、なんでですかね、スタイリッシュさを求めたか、アウトレットで買いました、僕も 20-30% 引きのやつで買った気がします、あ、そう、工事山荘とかで、あ、鴨鹿スポーツですか、長野の、いえ、横浜にあるんです、あ、横浜にあるんですか、はい、横浜の工事山荘あるし、モンブルはね、何回もあるし、石井スポーツもあるし、ありますね、マムートの専門店もあるし、ありますね、パタゴニアも、あります、あれ、よくうどん行ったことあります、え、その沼津に住んでた時は結構横浜に買い物行ったりとかしてましたね、はい、あ、なんだ言ってくれれば知らなかったけど、まあ、当時そうで全然知らないですからあれ、じゃあカモシカスポーツは知らなかったですね、あ、横浜、はい、カモシカスポーツは長野にしかないと思ってました、いやいやいや、東京にも、東京が本店ですよ、あ、そうなんだ、はい、あ、なんかベンチですかねテーブルだけですね、テーブルだけなんだ、テーブルだけです、なかなか資材供給仕様の、しかも高さ低いテーブルしかない、ベンチなんじゃないですか、あ、でも座ってもいいんだ、そう、これベン、そう、ベンチですよ、あ、ベンチなんだ、ベンチですね、じゃあ休みに、うん、この上で昼寝したらよかったかもしれない、あ、いいっすね、あ、富士山も見えてるし、あ、本当だ、もう、いいね、あ、見えましたね、山頂、いや、あ、鍋割山、本当だ、見えましたね、あ、お腹減ってきました、あ、よかった、最大の調味料です、最大の調味料です、最高でしたっけ最高の調味料ですね、最高の調味料、英語で、英語、あれ英語の言葉じゃない、あ、そうなんですか、なんて言うんだろう、ハングリーズベストスパイス、あ、山小屋見えてきましたね、これを登り切ったらゴールかな、え、10時45分です、あ、マジですか、あ、でも待ちますか、待ちましょう、本当だ、あっちに鍋割山の道標があります、尾形さんあっち行っちゃったんで、はい、ということでね、鍋割山登頂しました、やりました、あんまり遠野岳からだとそんなに登りも少なくて、まあ下ったり登ったりなんですけれども、登った登頂した感じはしないですね、はい、でここからもですね富士山見えますね、わあ、いいですね、やっぱり今シーズン今日が初富士山です、眺めたのいいですね、市街地の方も眺めいいですね、本当にね、霞さえなければ海ももうちょっとはっきり、ね、見えるはずなんですけど、木が邪魔です、すごい、あんな初めて見た、山鳥、尻尾が長い、尻尾が長い、はい、
10時45分になりまして山荘が来ましたので鍋焼きうどん注文しに行きたいと思います。行きましょう。転んだら最悪ですね。よいしょ。どうですか。うまい。うまいですか。僕もいただきたいと思います。どうですか。めちゃくちゃうまいっす。もうね結構濃い口なんですけどこれがね登山で疲れた体に染み渡ってもう最高ですね。本当にうまいです。おすすめです。ああごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでね、鍋焼きうどんごちそうさまでした。美味しかったですね。はい、今からですね、下山していきます。時刻は11時37分と、もうだいぶ今日山にこもってます。もう10時間ぐらいいますね。はい、これからこれぐらいですかね、2時間ぐらいですかね、はい、かけて、下っていきます。これなかなかですよ。高さも結構あるかもしれないですね。ありますね。今日一じゃないですか、だって。ああ、でもまあ、まあまあ。でも、ちょっと荒れてきますかね、これ。そうですね。ここがあんま人気の登山道ではない。だから。うん。今日一の坂ですね、これは。道の悪さといい。道の悪さといい。よいしょ。今までが楽すぎましたね。荒れてます。よいしょ。まだまだありますよ。すごいですね。一気に100メートルぐらい登るんじゃないですか。完全に予想外、はい。そろそろですかね。ショーピークはこの辺りかな。ここら辺ですよ。ああ、ちょっと一旦、小休止、小休止しましょう。小休止、はい。我々はまっすぐです。まっすぐですね、はい。ちょっと休憩しましょう。はい、いや、やられましたね。くぬぎ山。くぬぎ山。山です。わ、すごいですね。あー、ちょっと。あ、あれか。これは、なんとなんと。ね、あ、左坂はまだ先。でも、あれすごいっすよ。小佐原集落ってあるんだ。ええ。わ、これは、向こうに行ったのか。これは、ビッグサプライズですね。
はい、ということで、無事下山しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構歩きました ね、 歩きましたね。16キロ超え で、 時間にしても12時間40分、はい、ですけれども、まあ、休憩時間が5時間ぐらいあったのかな。だいぶゆっくりした登山でした。まあ、ゆっくりした登山であるけれども、まあ、16キロ歩いたから高低差としてもなかなかありましたね。あと僕知らなかったんですけど、朝夜登ったのがバカ尾根だったらしいです。はい、そうです。バカ尾根は何がバカ尾根っていうんですか。いや、わかんないですね。長いからですか。長いからわかんないですね。なんでバカ尾根。シャドウはそんなにね、急じゃなかったですもん ね、 ね、はい、ということでバカ尾根から登って、ここは宿り木っていうところでしたっけ。で、下山するという工程でしたけれども、本当にね、朝は夜景からご来光、富士山を見て、で、鍋焼きうどんを食べて、あの山鳥を見れたのもすごい感激しました。はい、激レアじゃないですかね。僕初めて見ました。で、下山中は最後、土佐原のしだれ桜という集落に行きまして、ね、思いもよらぬ桜が見えてよかったですね。はい、ということで、まあ、盛りだくさんな、登山動画になったかなと思いましたが、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、いや本当に今回はありがとうございました。またぜひ機会があれば、はい、よろしくお願いします。そうですね、アルプスとかも行ってみたいですね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、夏でも冬でもこれからもよろしくお願いします。はい、元気でもお願いします。はい、ということで、今回は尾又さんと一緒に、丹沢遠野岳を登る参考でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。